だからそうじゃの三30年ぐらい前になるかなもうちょうど私は結婚して15周年ということで周囲の若いお坊さんたちが行くインド物跡ツアーに行かんかっていうんでツアーに参加してもらったそしてそこでインドのカルカッタ今はコルカッタという町の名前変わってますがそこでちょうどノーベル賞をもらわれた次の年ぐらいにあたるんですけども。 あのマザーテレサといいうおばあちゃんに出会いま,したまあね皆さんはそのマザー・テレサが偉い方っちゅうのをしっちょりけ、えー、サインしてもらおうとか皆準備していっとったけど私はなんでこのおばあちゃんが偉いんかなと思って別にあんまりこう関心なかったんですが握手をしてひょっと足を見たら象の足みたいにこう硬い。 でこのおばあちゃん何でこんな足しておられるんですか?」っったら、えー、若い頃ヨーロッパから来て貧しい人のためにいろんなサービスをするために寄付をするのに集めて歩く時に裸足でこで歩いてサンダルのあれでまるで象の足のようにその足を見た時にはあこのばあちゃんは偉いばあちゃんだなと思ってそのばあちゃんのおっしゃるマダテレサーがおっしゃるのは この貧しい人の声は神様の声だと私は神様のために一生懸命サービスさせてもらっております」っておっしゃったことがね忘れられません。まあ、それがご縁で私もそれから何度かお会いしたんですが今度次に行きましたら2階のいわゆるまあお祈りをする場所で「真澤照也さん 「いつ行っても先生今ご在宅ですがお会いになることできませんちょっとお待ちください」って2階に行ったら一生懸命このちっちゃい体をこう曲げてお祈りをする姿を見て思いました。はあこのおばあちゃんはすごいな常に世界平和を祈っておられる私がもし真似ができるとすれば何ができるんだろうかって考えたらやっぱりこの お祈りをすることは真似ができるなって彼女がおっしゃった一言が忘れられません大勢の人を助けることはできんが一人の相手と対峙することはできますよとおっしゃったことがね私のその後の心にずっと残っております まあインドから帰ったら人様のことに何か頑張ろうと思ったけどインドには貧しい子どもたちがたくさんいましたけど日本は豊かな国になっちゃってもう私のやることはないなと。だからちょうど国民体育大会が始まるのにそのアーチェリーの競技が始まるっていう話が来たもんでそうじゃわしは学生時代弓道をやってたから今度はまあ一つ アーチェやろうというので山口県にアーチェリー協会を作りましてで3人ぐらいでこの指導をしていくうちにちょうど山口大学の教育学部にまあ拙者な女の子がおってまあ同様たんびに先生今日暇ですから練習を教えてくださいっていうもんですから教えてた。そのの子がなんと成長してきてき人のグループで 滋賀国体に私が代表で監督で行きましたらなんと優勝しましたそれで、えー、面白いですねそのお国体で優勝したことがご縁でテレビ局が、えー、一つそのオリンピックの選手を育てたお坊さんということでなその子がオリンピックに行っちゃったんですね それで国体からオリンピックに行ったもんですからえらいどんどん行って肝心要の本人じゃなくて私にそのテレビ出てくれという人の縁っちゅうのは分からんな努力だけじゃなし運もあるそれで実は思いっきりテレビを出るようになりましたまあね思いっきりテレビ出るようになっていろんな方とお出会いしてみるとなかなか人生中ちうのはね 歌う前だけで幸せな世界はないで小説が売れたからといってね幸せな暮らしはないそれぞれ大変だなあということでいろいろ話しているうちになんと自分が忙しすぎてまああんまり稼いじゃいけんちゅうことかの目が回ってなんと救急車でね赤坂病院に入院しました。 それからまあ家帰って1か月間入院することになってねはあ人生でね頑張るだけに幸せは待っとらん。で1か月入院してひょっと自分に気が付きましたそれはちょうど55歳の時でしたけどもまあ人生50年中けど俺はまあいい人生だったなもう死んだつもりで <laughs> そんな思いをしてました。 そしてひょっと気が付いて私は中学校の時に山口のお寺に小僧に出されとったんですがそのお寺の隣に雪舟の庭というのがありまして私は小さい時から雪舟という絵描きに何かなんか憧れてましてでそうだ俺も水墨画っちゅうか雪舟の絵を描いてみようということで頑張ってみようかなと思って。 たまたまご縁のあった東山魁先生にお電話を申し上げて「先生実はもう55になるんですが今から絵の勉強をしたいんですが」ってお願いしたらですね「50過ぎてからデッサンっていうわけもいかんだろうからそれはあの中国にお行きなさい」とまあ北京でも上海でも向こうは筆の技術は素晴らしいのを持った先生がおられるんで。 そっちで習われたらというのでたまたま私は旅行で中国によく行っていましたんで旅行者のワンさんにお願いして先生紹介してもらってそれで小楽陽という中国の上海のいわゆる交通大学の美術の教授を体感された先生に毎月10日ぐらい行って3年大学でも3年まともに行っておらんのになんと。 上海にも絵を習うために通ったで先生に聞いた「先生僕は筆を待っても字が下手でなんとか絵がうまくなりたいんですが」って言ったらまあ中国語でねその筆を見せて「この筆をご覧ん」って字を書くのも絵を書くのも同じ筆だからそれは字も絵も努力して書きなさいというので。 まあ松の描き方とか岩の描き方とか中国の偉いその人たちの描き方を習いました。でまあ3年半経ってなんとかこう基本通り描けるようになったということで一応絵を描けましたら先生が「本当の君のお師匠さんは山だ」と,とのいつも一つの山を見て春夏秋冬朝昼晩同じ山を眺めてごらんと。 その変化の中に素晴らしいものが見つかるはずだと。それが君の師匠だよって言われてですね。ありがとうございました。ということで、一応やめて。それをもとにですね。今、毎朝絵を描いておりますが。あの、この、あれにちょこっと出てますので、覗いてみてください。私は何が嫌いかしたら、勉強が大嫌いで。 しかも浄土真宗の大学の龍谷大学行ったもんじゃけ全然わからんまあ分からんことを聞いても分からん分からんもな最初からもう分からんでいいということでほとんど学校に行きませんでしたけれどもなぜかご縁あってあの薬師寺の安田永院館長とは3年生の時に薬術発送機という 心を分析する学問でご一緒しましまたそれがご縁でどことなくこう心ということにこう心を持ってたんですがで卒論を書くのも難しいし分からん私はあの「弁中弁論」というのをまあ卒業論に書こうと思ってたんですけども調べてみて精神無邪弱の,その古い漢字を見ても分からん。 やめたってもう大学なんか卒業せんのもめえ,えわと思ってまあとりあえずうちに帰ろうということで5回生の時に戦前でこうお世話になっとったんですがちょっと失礼します言うんで参院選経由で帰る時にそうだ大山に一度寄ってみようっていう憧れの山でしたのででえ夜中に着きましてでえあるスキー宿のおっちゃんに無理言って泊めていただきまして。 で朝一番そのおスキー宿のおっちゃんにスキーの板を借りましてで担い、えー、でこのお神社があるんですがその神社から元谷という大山のこの北壁が正面にばあっと出るところに朝担いで行ったらですねなんと真っ白い北壁に朝日がダーッと当たってねうわあとまあね人生の中で。 これほど心を動かされた感動は二度とありませんね。真っ白い世界にね輝いてるあの白の世界はねもう絵にも描けない美しさですね。そこですぐ滑ってまた降りましてね大学に帰ってもう一月の正月過ぎてたんです。もうその弁中弁論をまとめて卒業しました。その感動が私の人生を変えた大きな。 エポックになりましたねまあその大戦というのが結局私のまあ今も心のふるさとになってしまいまして新婚旅行の時にまあ私も小さな寺で新婚旅行なんか行くようなお金もないしとりあえずポンコツ車借りて。 行けるところまで行こうというね行ったのが大戦でありますでその大戦の宿で泊まってましたらその観光会館というところにちょうどその時にイタリアで行われましたスキーの世界スピード選手権で175キロだったかな172キロだったかなその世界新を出されたその選手というのが三浦雄一郎さんでしたね。 でその三浦お父さんの恵三さんと二人が大戦でそのスキー教室をするからというんでたまたま同じ宿でした。で朝一緒にそのゲレンデにその三浦恵三さんと歩きながら、えー、自分がその裕一郎にかけた思いをお聞きしましてあ本当にもう青森の方のいわゆる、まあ、国家コンビニのような仕事をしておられたようですけれども。 雪を相手の仕事をしておられたんですけれどもその雪のためにひどい目に遭うんじゃなくて雪を楽しんで人生を送りたいという雪の被害を超えてその雪を楽しむというはあすごいなともう私もあまり好きがうまくなかったんですけれどもそれがご縁でその後まあ今は慶三さんも亡くなられましたけれども100歳で なんと4歳のひい孫さんの理をちゃんとおっしゃったと思うんですがそれを連れて孫ひ孫と一緒にゲレンデを滑るというそういう素晴らしい生き方を見て「よし俺も100歳で孫と一緒に好きをやろう」ということでですね今何はおいても「好き好き」って言ってですねまああの今山口県はですね広島県に 人工スキー場ができましてもう私のところから1時間ちょっとすればですねもう11月の終わりからスキーがでできるんですもう今年3回滑ってきましたまあ近所のやつがええ年をしてって言よったそし,したらついこの間ですねその雪が人工ですからちょっと狭いんですねでこう雪の氷の山がしてあるんですけども滑っとったらねその山の陰から 子供がパッと出てきてきいわゆるスノーボーっというのは横にポンと滑るものですからね目の前に子供がパンと出てきたらこれやばいと思ってポーンと飛んだら、ね、雪のないところへバーンと落ちましてねあーあああと思って今までそ,のそういう怪我っていうのはほとんどまあ骨折したことあるんですけども頭なんて思ってたんですけどもこれはいかんと思って早速今ヘルメットを買ってきましたね今完全防備で突っ込むだと。 まあ上から下まで真っ黒でまあトニーザエラーというね黒い稲妻っちゅうのがありましたけどねまああいつを目標にですね私のはゆっくり走るんですが今一昨年はなんとイタリアのトリノのオリンピックの時に女子のいわゆるスピードレースがありましたですねセストリエールというところのスキー場の女子のコースをですね 彼女たちは1分何秒で滑りますが私は30分かけて滑ってきましたまあねやめられんの <laughs> まあ健康でこうしてバカな夢を追っかけながらこうして生きておれるっていうのは本当自分の何が良かったかなと思ったら最初に出会った時に。 あの貧しい子どもたちの目を見た時に俺は日本で小さな寺で貧乏な寺で稼ぎながら大学行かなきゃいけないっていう自分の境遇に対して非常に悲観的な目で見ておりましたけれども42歳過ぎてその日本に生まれてよかったなということそして小さな寺はよかったなと思うのは面白いことに気が付いた。 小さな貧しいいい寺っって何がいっぱいあるかったんです、ね、時間がたくさんあったでこの時間があるということは自分の好きなことができるやる気があるかどうかだけそれだけですね、えー、好きなことに目標を持っていくとですねいろんな縁が増えてきて自分を支えてくれるそれはなんとあの新潟の雪山のちっちゃなお寺で人生を送られた 良さんの心に何かヒ70を過ぎた良漢さんが結局最後に残されているのは何かなと思ったら子どもたちと遊んだり貧しい農民に心の豊かさを歌に書き書にして渡された中で結局この一袋のお米と一羽の薪があってしかも畳一枚自分の足が伸ばせれば。 こんな素晴らしい世界はないよというつまり自分の条件に足りてる世界を見つけたらいわゆる樽を知るという心が人生の大きな喜びに変わってくるような気がしますその心に気がついたときにそうじゃわしにできることはできることをやればいいマザーテラサが大勢を相手にするんじゃなくて一人のことを 相手にできることをお手伝いしなさいというヒントが私の今を支えております。今はもう孫に出会ってちょうど1歳になりますけれども1歳ぐらいの子は可愛いし1日1日違う騒いで知恵がついてきます。その知恵を育てながらこの孫がうちのじいちゃんはすごいじいちゃんだったなと言われるような 孫に憧れられるようなそんなじじいになりたいなと思って今を大切に生きております本当に私も東京に10年間通いいろんな方に出会いましたけれどもなんか気が付いてみると「俺が一番幸せだな」と山口におっても今は世界中を仲間を連れてじいちゃんばあちゃんを連れて旅をしております。その旅の旅中で 本当に日本に生まれて今のの時代世界最高の条件です今不況だのなんじゃのって下向きのことを言ってますけれどもそうは言うてもこれだけの温かい日本でこれだけの便利さとこれだけの豊かさに気が付けばねもっと一日を笑顔で暮らしていけるかなと笑顔で出会う中であいつのようにあいつができるなら。 あいつにあああいつがおるんだなというそんなあいつに私はなってみたいなと思っております本当に今日はこんな出会いができたことを皆さん方に対して感謝しております最後にマザーテレーサのできることを私もやりますそれは毎朝お祈りをすることです手を合わせて神だれ仏だれ何でも構わんお祈りをする本当の意味心を大切にしていただきたい 아. <목소리나>